というわけで、さあ始まりました、ポケツネコチャンネルでございます。冒頭流れました映像なんですけども、これショート動画でもちょっと前に、ペロッと出したやつなんですが、絞り込みになっている道路を右側から追い越そうとして、食ってきた乗用車がちょっとギリギリのところまで来てしまって、そのままね、私の前にスススッと入って、ギリギリのタイミングで入ってきたっていう感じの、動画映像なんですけども、ちょっと危険ですよね。危険極まりないですね。危険級退場。多分追い越そうとして右側からぐわーっとまくってきたわけなんですけども、なかなかギリギリのところまで、先端の方まで来てしまったと。今ゼブラゾーンが出てきて、でもゼブラゾーンって別に入ってはいけない、踏んではいけないっていうルールは道路交通法はないんで、ああいう場合って普通ね、ゼブラゾーンそのまま突っ切って、トレーラー、大型トラック、トレーラーがいるんだったら、その十分追い越して、余裕を持ってからこっちに入ってくればいいわけで、本当に当たったんじゃねえかなと思って、一瞬ちょっとドキッとしたんですけど、あれも割り込みっていう感じですよ。割り込んできたまではまだいいんですけど、ブレーキを踏んでるんですよね。普通あそこでブレーキは踏まないだろうって、加速してね、逃げていきますよね、普通はね。ギリギリ入ってきたんだったら、あれは、運転に、不慣れな人が焦ってっていう感じではなくて、あれはおそらくですけど、嫌がらせ的なことをしてたんじゃないかなと、思うわけですよ。私は追い越そうとしてうまくいったんだけど、なかなかちょっと前に出られず、先端の方まで来てしまって、なんだよこのトレーラー邪魔くせえなっつって、腹いせっていうか、多分気分を害したのか、長いですからね、トレーラーは。なかなか追い越そうと思っても、距離があるんで、多分それで、なんだよこいつっつって、ちょっと、嫌がらせしてやろうっつって、直前で、幅寄せっていうかね、寄せてきて、寄せてきて、さらにブレーキを踏むっていう、死んじゃうんでね、本当に軽い気持ちで嫌がらせしてやろうみたいな、だったと思うんですけど、死んじゃいますからね、あれ、追突して。ねえ、運が悪く、どっかと挟まって潰れちゃったりなんかしたら、もう、即死ですからね、即死。さすがに腹は立ちますよ。でも正直日常茶飯事なので、ああいうシーンっていうのは毎日走ってると、ほぼほぼ一日何回かはあるんですよ、ああいうことっていうのが。なんで本当に運転が不慣れで、ああいう形になってしまうっていう方も、いるんですけども、中には
まあ、わからないですけどね、この映像の人もそうだったのかっていうのはわからないですけど、まあおそらく多分あれは嫌がらせを仕掛けてきてるような動きではあったので、うん、ああいう、ね、軽はずみに、ああいう行為を仕掛けて、まあ、万が一事故に巻き込まれてしまった時に、もう自分の命が一瞬にしてね吹っ飛びますんで、もう本当にやめた方がいいですよっていうね、感じではあります。こちらもね、自分の人生が詰んでしまうんで、まあ本当に、まあ、今回ももう右側から、右の後方から、あ、来てるなとは思ってたんで、まあ多分そのままね、ゼブラゾーンを突っ切って、そのままね、追い越して十分な間隔空けてから入ってくるんだろうなとは思っていたんですけど、まあ、ああいう運転はちょっとね、もう考えられないですよね。もう当たったかと思いましたからね。だから本当に受付猫チャンネルの視聴者さんには、まあ、ああいう運転する人は、まあ、いないとは思うんで、まあ大丈夫だとは思うんですが、いないとは思うんですけども、まあ本当にやめましょう、ああいう運転は。まあ、というわけで、ケツ猫でした皆さんもご安全に、つって。今日はこの辺で勘弁してやろう、つって。